りを守る会の本日意見交換会ということで、皆様からまたいろいろな、ご意見を、聞きたいと思っております。で、まあ、現状としてはですね、まあ、そのある一市民の方からの、まあ、新聞社に、電話がかかってというところから始まって、まあ、その問題が明らかになったところで、まあ、書面運動や、いろいろなその問題提起と、怒涛のように皆さん、つながって、やって、その、まあ、そのおかげもあってですね、当初の伐採計画が、かなり伐採の数も減ってですね、まあ、結果として22本伐採、13本が県外移植とで、10本がそのまま、という結果になりました。で、大きく分けてですね、この中央公園の、再整備計画は、樹木の伐採という部分と、あと、芝生のアスファルト化という部分、この大きな2点がございまして、まあ、その計画そのものにおいて非常にこの公園を利用する、県民市民に対しての説明が行き届いていないということで、先般の、議会において、私たち今日来てくださってます、川議員が、紹介議員となってくださいまして、説明会を求める請願書を出させていただきました、けれども、まあ、それは残念なことに、否決されましたけれども、まあ、それをきっかけにですね、僕たちが、議場に足を運んでですね、まあ、その委員会等での、採択のタイミングでの、傍聴者を退出させる出来事であったりとか、あるいはその議会内においてのですね、非常にこう知事を、中心としたですね、なんていうか、もうありきたりの流れというか、そういうものを目の当たりにして、いろいろまた皆さん、中央公園のことのみならず、いろいろなことを考えるに、きっかけになったと思います。で、現状としてはですね、まあ、いろいろ皆さん調べてくれたおかげでですね、現在、まあ、樹木の伐採は終わったんですけれども、その後 その芝生の、アスファルト化、これまた、9月の議会で、予算がつくと、でそれが、議決通ればそのまま戻ってしまうけれども、その前に、金沢市の景観審議会という、ところに、まあ、お伺いを立てないといけないと、いうことが現在分かっております。で、まあ、何人かでいろいろ先般集まった中にですね、この県観審議会に対して、いろいろな問題点を私たちとして提起しようということで、この意見書というものを、欲しいということで、作らせていただきました、これ皆様のお手元にもあると思いますけれども、中央公園改修再生費の、補装計画に関する意見書というのを意見書欲しいということです。で、まあ、これはまた今日また皆様のご意見や、いろいろな、アイデア等を、聞かせていただいて、それを受けてまたいろいろ、修正して、計画審議会の方に、持って上がりたいというふうに考えております。本当に皆さん、いろいろな、お仕事やいろいろなそれぞれの事情の中、署名等もたくさん集めていただいてですね、前回、提出したところで、1万46通、届けておりますけれども、さらにまたいろいろな多方面の皆様のご努力によって2140通現在、私の手元に来ております。まあ、まだその2140通は提出しておりませんけれども、合計すると12186通と、届けられるとなっております。で、署名用紙も、この前樹木伐採等の項目を削除した新しい署名用紙を作りましたので、またそちらの方もまた使っていただいて、どん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 またこの、署名を繰り広げていきたいと思っております。それでは一応この、ですね、意見書骨子についてですね、これ一番まとめるにあたって力を尽くしてくれた堤さんの方から説明いただきたいと思います。ちょっとその前に今日、川議員さん来てくださって、はい、時間何時頃に大丈夫ですか？結構あるんですか？大丈夫です、はい、あ、そうです。もしあれやったら、この前に一つ、はい、あのね、実は今中継、生中継してもらって、中継
すいません、言いませんでした。あ、電波悪すぎてたんです。そう、録画だけ録画して後でアップロードします。あ、で、まあ、そういうこともありまして録画するん でそうなると顔とか映ったらちょっと都合悪いわという方がもしも置いてたらちょっと、そう気が今からでもまた伸びるからちょっとあの映らんっていうようにちょっと手を挙げてもらえば そこへはマイクが、ま、さあのカメラを回さんように配慮してもらうんでちょっと地元にはちょっとおったら手を挙げておいでね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ鷲見さんお願いします。一応これあの意見書を残し最後まで行ったところで質問や皆さんのご意見を伺いたいと思いますので、とりあえずはこちらの方でまとめさせていただいたこの意見書を、はい、お前出た前の方に来てください。しかしこの公園を緑で残しておきたい、緑の公園にしたいという意見を持っているわけですね。それは決して、非常識なことでも何でもないと思うんです。なぜかと言いますと、それは単に舗装の公園が嫌だからしないでちょうだいと言っているわけではなくって、この舗装になることであの中央公園がどうなるのかということのいろんな意見とか心配とかそういうのを持っているからこそ、この緑のを保全した中央公園にしてくださいというふうに望んでいるわけなんですね。だから決してもう舗装は嫌なの、舗装の公園って嫌いだからもう嫌というふうに言ってるのではないということを知事をはじめ、いろんな方委員の方々にも知ってもらいたい、そういう気持ちがあります。まず、大きく分けてどういうことが、私たちは心配しているのか、あるいは意見を持っているのかということについて、まず、1234の大きい項目に分けました、まず一つは環境に対する影響です、見ていただければ2枚目を見ていただくと、今県が策定している、舗装面積というのが出ているわけですが、これですね、白黒でちょっとわからないんですが、非常に小さい、なんていうんですか、A さんのあれで分かりにくいかと思うんですが、あの真ん中のですね、橙色の部分が舗装になっちゃうわけですね。ここです、これ、ここ。ここが舗装になって、ここの灰色の部分は、拡張した園路になるわけです。そうするとこれ全体が、全部舗装になるわけですね、まあ、緑はこういうふうになるわけです、この真ん中の丸のところの舗装部分にも、緑はこういうふうに残るっていうけれども、ここの舗装のここのところにはもう木は一本もなくなっちゃうわけなんですね。もちろんここの園路も、この赤い部分はもう切っちゃったやつ、大部分は、移植したやつ、まあ、青いのだけが残っている、こういうふうな感じになります。ですから、まあ、芝生として使える緑というのは、志向の裏のここだけになるわけですね、中央公園内。この辺で、どういうふうになるのかというのは、私たちは何の説明もされていないので、ここの緑がどういうふうな使えるのかということは、わからない、私たちには。教えてもらってないから、ですから、でもこれだけが舗装になってしまうということは確実なんです。でも例えば園路を拡張してバリアフリーみたいにしようねっていう形になったとしても、
ここが全部舗装だったら結局那須場私たち使えるのかこの公園。ここにベンチを置いてみても東屋を作ってみても結局この暑いこの夏場6月の下旬から9月の下旬ぐらいまで一体どうなるのかなっていうのが私たちがまず最も大きく心配したことでした。そのことに対して説明会さえ開いていただければこの辺の環境アセスメントがどうなってるのか打ち合わせ記録等にもありません、なんて言うんでしょうか PI 委員会の時の議事録にもありません。そういうことをでも私たちはそれを聞いた時にまず真っ先にそういうふうなことも頭に浮かんだのになんでそういう環境アセスメントがないんだろう、常識的に考えればわかるんじゃないのかな。だからこれ心配なんですっていうふうに私たちは訴えたいんです。訴える場がないですからもう今度この、道筋部会に向けてそれを訴えようと思います。まずアスファルトが厚いのは後で実測結果でも、説明がありますが熱中症患者も増加します。それとアスファルト、まあ、今まだいいですよね、梅雨ですから雨が降れば、少し気温は下がるかもしれませんが、これからどん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 梅雨が明けて酷暑 の, 月あの8月9月になった時アスファルトの蓄熱効果が高くて、下がらないじゃないか、どん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 上がるんじゃないかっていうふうにやっぱり心配するわけです。そうするとこの夏場この公園は使えるのか、ただもアスファルトの人のいないシーンとした広場になってしまうんじゃないか、まあ冬はいいかもしれないな、でも夏はどうなるんだろうっていうことが一番大きな心配として挙げられます。あとそれとこのアスファルトになると例えばテントなんかを建てた時固定ができない、それは打ち合わせ記録簿で業者さんの方も問題点として挙げたんですが近年突風が増えてます、これで樹木を切ったことで風の通り道とかいうのも変わってくるはず、そういう時の突風対策どうするのかなということも私たちが聞きたいポイント、またそのことも考えていただきたいポイントです。あと冬場ですね、凍結しちゃうんじゃないかなっていう心配もあります。皆さんももう金沢の冬ご存知だと思いますが朝薄く氷が張ってるところの舗装のところはやっぱり危なくって歩けないんですね。結局、雪が積もっていたら雪が積もっているところを歩いたり、あるいは土があれば土のところを歩いたり、ものすごくツルツルしてしまうと凍ってしまって歩きにくいということはもう皆さんご経験の通りだと思うんです。そういうことは大丈夫なのかなということもあります。あと、次の2ページ目に移ってバリアフリー対策、これどういうバリアフリー対策をしているのかなという疑問があります。私たちはバリアフリーから一歩進んだユニバーサルデザイン、そういうような公園にやっぱり視点を転換させていくべきなんじゃないかというふうに考えました。これはもう10年以上前から言われていることですが、バリアフリーというのは非常にいいことです。でも現在どういうバリアフリー対策をしているのか私たち一つもわからないんですね。県はどういうふうなバリアフリー対策、まあ園路を広げて車椅子が通りやすくなる、まあそれはそうなんでしょう、舗装すれば車椅子通りやすくなる、まあそれもそうなんでしょう。しかし、本当に舗装だけがアスファルトだけが舗装することだけが園路を広くすることだけがバリアフリーなのかな、そうじゃそれ以外の視点もあるんじゃないか、そうしてはいけないって言ってるわけではないんですよ。ただ本当にそういう障害者さんたちの、気持ちとか意見を聞いているのかなというのが一つ大きな疑問です。それとここは緑にすると言いますが、車椅子私もこの間乗ってみたんですけど本当にちっちゃな段差だけでも乗り越えていけないんですね。そうするとここの緑に降りていきたいと考えた例えば車椅子の方がいるとしましょう。そんな時にここに例えば低木があったり縁石があったりしたら
この緑のところに障害者さんは行けないわけなんです。じゃあこういうところの、対策ってどうなってるのっていうことも聞きたい。それと視覚障害者ですね。視覚障害者さん、ここに低木とか、縁石、例えば園路と芝生を守るために縁石があったりしたら視覚障害者の方は見えませんから、そこでどういうふうにしていったらいいのかわからない。そういうここの境のところはどういうふうにしてるのっていうことも聞いてみたい。それとあと盲導犬が、いる場合、夏場このこの暑いところでですね、盲導犬使用者はじゃあ中央公園に入るときにやっぱり多少緑のところに入れるところの方が中央公園使えるんじゃないのかなと思ったりもするんですが、そういう点のことについてはどういうふうに考えておられますかとか、あと転倒したとき、障害者さんでも子どもでも転倒したとき大きな怪我になるんじゃないか、それは、どういうふうにするんだろうっていうようなことも私たちは、聞いてみたい。それでまた県や市の意見を知りたいと思います。あと保育環境の悪化ということがあります。子どもたちにはやっぱり土と緑の触れ合える木のあるところでかくれんぼしたり追っかけっこしたり、やっぱりさっきのラブチャイルドの、ビデオにもあったように子どもたちが気兼ねなく走って転んでも、大丈夫なように、そういう緑の整備でやっぱりあってほしい。それは幼稚園や保育園の先生方の声、また子どもを育ててる、お父さんお母さんたちの声、それとたとえ子どもがいなくても子どもが、健やかに育ってほしいと願っている大人の声だと思うんです。さあじゃあこうなった時に保育園、子どもたちどうやって遊べるかっていうんですよね。ここ給養広場はここ風通りがありますから子どもこっちに出ちゃいますから、ここではもう保育園の子どもたち遊ばせられないんですね。ここの伐採してる時にも保育園の先生たち連れてきてここで遊ばせてましたが、やっぱり危ない、そうするとここでは子どもが遊べない給養広場。そうするとこの辺で緑のところだったら遊ぶことになる。しかしここの緑のところにはやっぱり一般市民も入りますよね。そうして保育園1軒だけでありませんから、2軒3軒でたくさん来た時、子どもたちがこの辺でわーっと遊んでたら一般市民と競合してしまってどっちもくつろげないんじゃないか。園の先生方は気にするし、大人の方にしてもあちょっと静かに休みたいのになって思ってても結局ここに人が固まっちゃうことになる。それって子どもにも大人にもいいことじゃないんじゃないのというふうに思うこともあります。またずっと小学生中学生の頃からここは、写生なども見つかっていたところです。そういう歴史とかあと日常的な憩い空間としても、こういうふうな舗装だけで舗装してしまったら、くつろぐことができない、そういうふうになってしまうんじゃないか。私たちはこういう意見を持って、また疑問を持って舗装に対してやめてください、緑のままで舗装する道っていうのはないんでしょうかっていうふうに訴えました。やっぱり公園は、みんなの県民、市民、またこういう意見を反映してこその公園だと思いますし、舗装がしたい、イベントに特化するのがいいからという声はあまりにも一つの、意見だけに偏っているんじゃないかというのが、一つの意見です。また土を入れ替えて芝生にしたって、いいんじゃないか、こっち側を芝生したって整備したって樹影がないですから夏場は暑くてやっぱり使えないんですね。そうしたらこっちを舗装してたなんで悪いのっていうふうに考えるわけです。ここを緑にしてこっち舗装のまんまにしといたら何が都合が悪いんだろうということは考えることなんですが、そのことについても、説明が欲しいと思っています。ちょっと長くなりましたが意見書講師はこういうことです。またフロアから、ご意見いただきたいんですけれども、まず、その前に、
実測結果の方の説明をしてもらっていいですか。はい、はい、じゃあ西上さん、あ、なんか、なんか、あ、じゃあ、ね、はい、さん、お願いします。先日気温の調査を行いまして、そのアスファルトの部分と、木陰の部分と、あと芝生の部分っていうので、実際に、温度計によって大体どれくらい温度が違うのかということを、調査してきました。で、22日の日にこれ調査したんですけれども、その、報告をテルミさんとお話しします。映像困る人は後から応じた人で、はい、あ、皆さんご苦労様です。今日は大変すごい雨になって、小松方面の方で何人か、あ、今、とてもじゃないけど、一時出るところでないんやと、で避難せやならんという人たちも連絡いただいています。で、そういう人たちも後ほどこの状況が分かるようにということで、今録画してもらっています。で、生中継で書いてありましたが、生ではなくなりましたけれども、一応皆さんのお顔なんかも場合によっては映るかもしれませんが、その時都合悪い方は申し出てくださいという形でお願いをしてあります。で、その上で、この22日の日、それ自身はどんな天気の日だったかということについて報告しますけれども、当初午前中はこれは午後から雨降るんじゃないかという形で、一番最初は北国新聞社の方が出ました。それからその後北陸中日新聞さんと覚えてますけれども、まあその辺天候の具合をある程度せっかく調査をしたら、それなりの結果が出ないとやっぱしまずいと、なんとか晴れてくれんかなと、いつも暑い暑いって言ってるんだけども、まあそういう、変な気持ちで、この計測をしました。それで、この白黒でちょっと分かりにくいんですけれども、実測した結果をまず表にし、それからそれをグラフにしたのが上の図になるわけです。それで、その時のまず測定方法なんですけれども、一番最初に中央公園時計台の広場のベンチが並んでますね、丸い木を囲んだ、そこが木陰洞の場所としてまず設定一つしました。それからこの中へ入るわけにいきませんので、志向記念館に通じるアスファルトがあります。これの公園寄りのところで一つアスファルト状のものとして、計測しました。それから芝生の上につきましては、これ、そのアスファルトから2メーターぐらい入った、要するにどこへ置いててもそんなに、こう、アスファルトから離れることができないという状況の中で、2メーターほど離れたところでこの芝生は計測しました。それはこの時に、各地点で、まあこれは今、木製ではありませんけど、木製の椅子に、こういう形で、一つは上の方で一つは計測する、それからもう一つは下の方で計測する、こういう形で地面になったところと、それから上の方のところと、この2箇所で、この計測をいたしました。で、寒暖計は同一の100円のショップのやつですけれども、これは全部それなりにちょちょチェックはしてきまして、その狂いはないというふうにして、思っております。で、計測は目測で行いますんで、0.5 度単位で、目測で、記録をいたしました。で、一応寒暖計は太陽の方向に直射日光が当たるように設置をしました。したがって、先ほどの椅子の時に、場合によっては少しこう動かすということもいたしております。それから
米印のついているのが十字時点のアスファルトのところで、計測していますけれども、この時点では計測を一番最初の交差点、時計台よりももっと道路に面した交差点のところで計測をしています。でまあ、ただ、あそこ歩く方々もおいでるんで、中の方に移動したという関係があります。それから1時間ごとに計測したサンプルで表を作成しましたが、一応12時以降につきましては20分おきで計測をしております。で、このグラフを見てもらいたいんですが、これ白黒でちょっと分かりにくいかと思いますけれども、下の方に2つずっとあるのは、これは木陰のところにあるやつが、だいたい30度から32、3度の範囲内で、時間的推移によって、この少し若干の違いはありますけれども、安定しています。で次に今度真ん中のところにありますのが芝生のこの下の関係です。で、芝生の下については、だいたいやっぱしアスファルトの影響があると思うんですけれども、それぞれ10度ぐらい近くこう差があるという状況があります。それから次に今度、アスファルトの上はこれもう完全にこの時間帯によっても違いますけれども、40度を超えていくような、そういうことになりますので、12、3度からもっとこの差ができるというような状況になっています。で、これらのことから推測しまして、次にちょっと一つだけ訂正をお願いしたいんですが、この測定結果からの推定について、木陰は太陽光の有無、晴れたり曇りに左右される温度差の変動はないと。で、木陰上は最高 33.5 度、最低31度で、その温度差は 2.5 度である。次に引き続き木陰上って書いてありますが、これ下に直していただきたいんで、最高32度、最低30度で、その温度差は 2度である。で、木陰の高低による温度差の変動は最大値で 1.5 度と小さい。で、夏日における木陰の遮熱効果は大であるというふうにして、この結果から言い切れると思います。次に2番目、アスファルト舗装上では太陽光の有無、晴れ、曇りで温度差の変動は極めて大きくなっています。で、太陽光の有無と照り返し、輻射熱の影響は大と言えます。で、こちらの方の表のところに晴れとか曇りとかっていうのも書いてありますので、時間帯によっては晴れているとき、曇っているとき、いろいろありますので、ずっと暑くなってたのに少し下がるとか、そういうようなこともありましたけれども、まあ、そういうような状況があります。次に、芝生測定地には制約があり、先ほども言いましたが、アスファルト舗装から2メートルしか離れてないところに設置してあります。で、計測値はアスファルト舗装面からの輻射熱の影響を受けていると推定されます。で、実際的にやった日の気象庁の22日金沢市の気温データは、最高 31.8 度、最低 25.7 度、平均 28.2 度でした。で、この直射日光に向けて計測するとか、そういうのはこのおかしいじゃないかとかっていう意見もあるかと思いますが、実際私たちは気象庁の場合には百葉箱の中で、まあ、今はもっと昔の百葉箱、今は新しい装置になっておるそうですけども、そういう形で風も入るし、それからある程度こう、直射日光も受けないというような形で計測されていますが、そういう中で私たちは生活するわけではありません。あるいは公園の場面に行った時に、そこで遊んだりくつろいだりするわけではありませんので、やっぱり基本的に直射日光が照ってた時にはどうなるのかと、その時に木陰があればどうなるのか、芝生があればどうなるのか、こういう形で計測をしたということです。その時の計測の形態は、先ほど言いましたように、椅子に、こういう形で、寒暖計を置きまして、それからここに、それを覗き込んでいるという風景も出ております。これが気温測定結果
の報告です。なお、この行動には15名の方が参加をしていただきました。以上で私の方からの報告を終わります。はい、ありがとうございます。まあ、一つ芝生の今飲んでることで、実測した時で一つ、付け加えてもいいですか。はい、芝生のところやはり温度が高くなったんですが、やっぱり風が入ると温度がふーっと下がってくるんですね。その温度のそういう細かい下がり方っていうのは、ずっと計測すれば出たんでしょうけれども、そういう継続計測してないものですからデータとしては出なかったんですが、やっぱり、12時20分から14時40分ぐらいまで、風が吹いた時によってやっぱりアスファルト上と芝生の上下なんかで比べていただければ分かると思うんですが、やっぱり風でよってものすごく冷えるって言いますかね、温度がぐーっと下がるんです。それは芝生のものすごく大きなメリットの一つではないかなっていうのが、計測実測した、チームといいますか、その時の、メンバーの意見でした。はい、ありがとうございます。7月22日の、中央公園の気温測定、まあ、中央公園のちょっと外の部分というかですね、中ではなくて入り口の時計台の近辺のところでの計測の方法でした。では続きまして、芝生化のメリットについて、浜上さん、よろしいですか。はい、お願いします。まず何かなと思って、この上で細く違います。
環境排水ってあんまり聞き慣れない言葉だと思いますが、芝生の地下に放水管、コンクリートもしくはビニールで、作られたものを管で、それに穴を開けて、それを土の中に入れて、土に染み込んだ運動を収水するというものです。でそれは、雨水マスという、マスでって排水マス雨水マスその排水口のところにつながって、集まるようになっています。中央公園の、土は粘土質なので、なかなか水はけが悪いという面があるそうですが、この環境排水っていうものを使えばというか、そういう方法にすれば、防げるのではないかと思います。非常に優しい公園づくり、バリアフリーからユニバーサルデザインへ。これは、本から引用させていただきます。老人ホーム経営者の人々からの話、遠路は車椅子をお寿司とにとってアスファルトの方が良いが、乗っている人にとっては夏暑い。末、利用者にも、土の上で踏みしめて歩いていた方が良い。シルバーカーを押す人にもアスファルトのようにスピードの緩くない道の方が良い。車椅子使用者のお話。公園は月でよく出かけますが、夏は黒いアスファルト、下からワーターつけ、私たちには叶いません。繰り返しが吹くコンクリートの白い糸は困ります。自然の中でゆっくりした時間を過ごすためにわざわざ公園で来ます。私たちも大きな木をしたり本を読んだり、下にゴロンとで公園に参りたいと思っています。この本を紹介させていただきます。この本は新商社、高齢者の意見を多数を見ながら、すべての人が利用しやすい公園づくりにどのような配慮が必要なのかのチェックシートが載せられていて、一見、設計のためのマニュアルものの側面もある。しかし、公園とはそもそもこの忙しく殺伐とした現代社会において、誰もがリラックスして植物や水などを水であったり、スポーツや遊びを楽しむための場であり、その内容は決して外出的なものではない。つまり、公園設計においては、沿道勾配を抑え、段差をなくすといった物理的な障害を取り除く、バリアフリーだけではなく、誰もが自然や遊びを楽しむことができる、ユニバーサルデザイン発想が必要である。本書の中で、アメリカのランドスケープ計画設計会社を経営するスーザン・コッツマン氏は、ユニバーサルデザインとは多様性を持たせることと定義づけている。ベンチを手に取れば、誰もが座れるベンチの一つのベンチを設置することではなく、一つの場所にバラエティに富んだベンチを数多く設置し、誰もがどこかに座れる工夫をすることである。実際、公園設計の中でも起伏に富んだ園内をとにかくすることでつなげなくてはいけないような発想によって気がちであるが、例えば誰もが自然を楽しむことができる配慮として、ここでは車椅子でアクセスでき、景色を楽しんだり草花に触れることもできる場所、ここは視覚障害者に配慮し誘導に工夫を凝らした花畑、ここは自然地形を生かした起伏ある林間の遊歩道など多様な施設配置を行い、適切に誘導することが大切であると感じた。公園とは誰もが好きで行ってみたいと思う場所であることを再認識するとともに、その設計に携わることができることを心に感じた一冊である。
ザインという堤さんがおっしゃっていたユニバーサルデザインという発想とかが出てきました。この最後の1枚だけの紙なんですけど、1枚だけの紙にユニバーサルデザインの長くてもユニバーサルデザインとバリアフリーの時代などの図面が載っています。ユニバーサルデザインの長くの原則は原則1、公平であること、原則2、自由であること、原則3、簡単なこと、原則4、明確であること、原則5、安全なこと、原則6、疲れにくいこと、原則7、空間があることです。ユニバーサルデザインとバリアフリーの違いはちょっと分かりにくいかもしれませんが、ここではこのように定義しております。バリアフリーとは障害の部位や程度によってもたらされる今ある生活の中のバリア、障壁を取り除くこと、障害のある人が生活しやすい道具や環境に作り変えること、例えば歩道に四角障害者用誘導用具を設置することなどを言います。ユニバーサルデザインは最初から誰もが使いやすい道具や環境として考えられたデザインのこと、小さな子供、赤ちゃんを連れたお母さん、歩くのが大変なお年寄り、難しい気の読めない子供、日本語がわからない外国人など、いろんな人に使いやすい工夫がされていること、また使う人の知りたいことが分かりやすく丁寧に説明されている。これが誰にとっても利用しやすいというので、ユニバーサルデザインは目的ではなく手段ですというのが、一番最後のところになっています。公園は利用しやすいことは大切ですが、それが公園の魅力の全てではありません。公園には数多くの魅力があり、それを楽しむことが第一目的です。その目的をできるだけ多くの人が達成できるために使いやすいことが大切になるのです。ユニバーサルデザインはみんなが公園を楽しむための手段であることを忘れてはなりません。まず公園の魅力を探り、テーマを設定し、その公園を楽しむためにはどのような対応が必要か、ふさわしい整備のあり方はどうかを考える延長上に公園のユニバーサルデザインが見えることです。読み上げる説明が良かったですけど、私からはこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。はい、芝生化のメリットと、あとユニバーサルデザインについても、一応障害者の中でもいろいろなご意見があるかと思いますけれども、この緑を、中央公園の緑を守る会の中で、積極的にご意見をいただいています、吉村さんの方から、そのまま市長さん、お願いします。すみません、上手に皆さん説明してくださる。この前に、ちょっと新聞社の人が写真を記事の合わせて載せたいんで、はい、そっちの方から写したいというんですが、そういうことでよろしいでしょうか。あ、皆さん、皆さんですよ、ね、新聞、こっち側からこう撮っても構わないですか。今日は顔をまずい人は参加するんですけど、それから育ててない方は私の眼鏡返しますんで。すごい、こういう勉強会の時になんか全然間違いっていうかの感じで
発言させてもらって申し訳ないんですけど、あくまでも、歩きにくくて電動カートを利用している私の意見なんですけど、せっかく公園を整備される、もともとアスファルトになってあるんであればあれなんですけど、今まだあそこの公園ってこう土が残ってる公園だと思うんですね。でどうやったらもうアスファルトになってても当たり前というか、それで通りやすいと思うし、実際に車椅子使って解除される方も電動で行く方でもやっぱりアスファルトの方が行きやすいは行きやすいと思うんですよ。でも公園と道路と目的が違うと思うんですよね。それを利用どういうの便利性がいいからアスファルトにするっていうのになんかすごい違和感を持つんですよね。で私の場合やったらアスファルトはすごい怖いんですよね。実は車椅子からこう降りて椅子に移動しようと思っても一旦こう立てなくなってるんで、一旦下に降りないといけなくて、手をついて膝をついてそこから移動するんで、そうするとアスファルトって手にまるでこう刺さるような感じやし、膝をついたら膝は常に傷がいくんですよね。でそれはまあいわば個人的なことやから、手袋して膝にあれをこうパッと当てればいいっていう話ではあるんですよ。あるんですけど、その私だけでなしに子供さんが走ったりしても土あったらこけても気がしないわけでしょ。でだからまあ手ついて膝つくような人は少ないから考える必要ないかもしれないけど、夏はねもう本当に手ついただけでねやけどしそうなんですよ。でズボン履いててもね膝の方もねもうほんまにえらいことになってるんですよ。帰るとなんかもう赤くなってるみたいな感じ。そういうこともあるっていうのをちょっと普通はわからないと思うんで一言言わせてもらうと、それと一つ私どうかなと思った、私関西の人間なんで神戸とか大阪の茨城とかに住んでたもので、ここ5年ぐらい前に金沢に来させてもらって、もう金沢のその環境って素晴らしいし、中央公園とかその兼六園とか行くときにその通る道として、あんな素晴らしい公園を今から整備されるときにわざわざアスファルトの部分を大きくされるっていうような、ものすごい私らにしたらなんていうもったいないことを今からしはるんかなと思うんですよね。で最低限その、まあ、車椅子が通れる部分をその芝生の間にこう十字でも構わないけど、こう S 字でも構わないけど、その最低限作ってくれはるんやったらええねんけど、なんかそんな今からもったいないことをする必要もないと思うし、それともう一つはそれやったら金沢ってバイトさんとか観光のためにすごくボランティアさんが発達してると思うんですよね。そしたら公園にそういうボランティアさんのなんかソフトの面でされたら障害者の人でなくても子供さん遊ばしててもこうなんか助けが欲しいなって思う時にすっとこうなんかボランティアの人でもピュッとこう助けの手が出たら、その困ってる時に助けて
くれたらすごくありがたいから、必ずあのまた印象が嬉しさが2倍も3倍も上がるから、あの肌の面でそのなんか整備された声にするより、そのソフトの面であの生かしてくれたら、金沢の印象はもう倍も3倍ももっと優しい金沢になるんちゃうかなと思うんですけど、どんなもんでしょうか。はい、ありがとうございます。すみません。はい、いえいえいえ、はい、ありがとうございます。一応、こちらの方で、いろいろ準備した、資料とお話とありまして、でまあ、あのその他にもですね、いろいろあの、まあ、メールや、いろいろ電話等で、こういうのがある、こういうのがあるとかいういろいろないくつかの意見が僕のところにいただいております。で、その中で実は僕あの昨日おとといと21世紀美術館の、なんとか、あの市役所側の方のところでですね、出展しておりまして、生中世をやっておりまして、そしたらなんとあそこの通りっていうか、アスファルトの部分と芝生の面っていうのはフラットなんですよ。で、フラットで、なんていうんですか、ラッパ。ラッパじゃなくて、こういうのあるじゃないですか、こうやって、こうなって、こんなになって、こうなって、これみんな顔入れて、こうやってバーって言うみたいなあるじゃないですかね、こうなってる。ただ、ここが芝生のところなんですけど、その道路みたいなところから芝生のところに、スーって、車椅子の人も行ってたんですよ。普通に行ってたんですよ。ほんで、あら、問題はもうすでに解決してるじゃないですかっていう。要はこの段差の部分さえきっちりなくして、しかも20世紀美術館、あそこに結構いろいろ出展とかしてるんですけど、芝生は割といい状態なんですよね。だから、まあ、その金沢市 の, その芝生を管理する管理の仕方等を、まあ、県に教えるようにすれば、全然何の問題もなく、今一生懸命皆さんでバリアフリー問題と、ユニバーサル問題についてデザインについて考えてたんですけども、金沢のすぐ目の前の先の20世紀美術館でやってるっていうところで僕ははっと気づいていたんですけど、ちょっと言うのが遅いんですけど、多分これで多分大丈夫じゃないかなっていう気がするんですよね。だからそういう計画であるのかないのか、これであれば今言うところのバリアフリーのためにアスファルト化するっていう論理はもうコロッと覆されるしっていうことですよね。で